どうしたの？怖い夢でも見たの？水木隊員。もう水木隊員じゃないわよ。ほら寝坊よ寝坊。嘘。ちょっと。おお。下ぐらい履いて寝なさいよ。もう。あれは夢。それとも。頻発する様々な自然災害の影響で発見された数々の遺跡。ああこれは B1 テントです。はい、ゆっくり行けよ。応援要請を受けた吉永教授は調査に来ていた。尾崎博士ですか？ええ。UDF から参りました。吉永です。いや、ご足労をおかけします。そういえば、うちの富岡をご存知とか。ええ、まあ、なんというのか、先輩は常にまっすぐ前を見据え、すべてにおいて完璧。その上、女性にはすごくモテました。男の敵ですか？追い越そうとしても追い越せない。だから組織を辞めて世界中を放浪して、趣味だった考古学の道へ進んだのです。今では考古学の世界で名を轟かせていらっしゃる。ぜひあなたのお力をお借りしたい。これらはここで発掘されたものです。これは古代のパズルでしょうか？揃えたら何かが起こるんでしょうが。あ、これ見てください。何かに似ていると思いませんか？これはウルトラマンマックス。遥か昔の地球にも来ていたのね。それで三日月山で発掘されたものなんだが、どの時代の技術をもってしても作れるものではないらしい。おいカイト。すいません。しっかりしろよ。カイト、大丈夫？大丈夫だよ。すいませんでした。話の続きだが、カイトと水木には三日月山に行ってもらう。はい。三日月山に？なんでですか？ったくお前はちゃんと聞けよ。発掘された石板とパーツを解析するためにここに運ぶの。ぼーっとしないでちゃんと運べよ。貴重なものなんだからな。了解。吉永教授、教授、貴重なものってどれですか？もう子供じゃないんだから。急に賑やかになったな。こちら
考古学者の尾崎博士。はじめまして。僕はトーマ・カイト。8月30日生まれ。現在24歳。血液型は O 型。ダッシュ入隊後、無茶な行動は数え切れず。どうして僕のことを？興味ある事柄は全て記憶することにしている。僕に興味？奇跡的な成果を何度も果たしているそうだね。それは運がいいだけですよ。じゃあ早速だけどベースタイタンに運んでくれる？はい、はい、これですね。カイト隊員、すぐ運びます。水木隊員、こっち。どうかしたのか？嫌な予感がするんですよ。カイトと水木が二人で出動するとなんか妙に胸騒ぎがするんですよ。考えすぎだ、コバ。ヘイ、リラックス。通じない。富岡さん。おう、尾崎。ご無沙汰しております。お互いに年を取りましたね。まったくだな。このパズルを揃えると扉が出現すると。おそらく。でもエリンの計算能力をもってしても全ての組み合わせを試みるには幾分時間がかかりそうね。Yeah!
すいません、彼女を危険なことに巻き込んでしまって。君が責任を感じることはないが、力を貸してほしい。博士、水木隊員を助けることができますか？大丈夫だ、扉を呼び出してみせる。絶対に。こちらです。悪戦苦闘しているようですね。ええ、パズルの組み合わせがあまりにも多くて。私が代わりましょう。博士。でも組み合わせは無数に。興味ある事柄は記憶をしていると言っただろう。あの組み合わせを記憶してるんですか？聞いたか、うん、尾崎博士の記憶力。おお、アンビリーバブルだね。まさかエリーが負けるとはな。何してるんだ？水木隊員の無事を祈っているんです。こういう時人間は祈るものだと聞きました。エリー、ありがとうございます。礼はいい、それより早く彼女を助け出してこい。はい。僕が作ったんだよ。パワーチャージ完了。水木隊員の救出に行ってきます。んよし、必ず戻ってきてくれ。彼らはきっと彼女を連れて戻ってきます。やはり使えないか、エリー。水木のサーチを頼む。すでにバイタルサインの探知モードに切り替えています。よし、行くぞ。頼んだよ、エリー。水木隊員のバイタルサインをキャッチ。エリー、どっちだ？水木隊員！じゃダメ！カイト隊員！心配ないよ、大丈夫だ。一旦引け。了解。エリーはどうだ？再起動させたんですが、まだ。カイト隊員の居場所をサーチしてもらわないと。カイトのことだから無事だとは思うが。目を開けてくれ、エリー。隊長、みんな
なぜこんなことをするんだ。我らの星ターラ星は食料不足の飢えた惑星だった。遥か昔、我々は食料を求め転送用のゲートを使い豊かな地球とつながることができた。そして事情を知った地球人は我々に食料を与えてくれた。地球人と共存していたというのか。やがて我々は気づいた。地球人類は争いを好むということ。いずれ地球は間違った方向で進む。誰かが強い力で導かねば地球は滅びの道を進む。だから我々が地球の神となって過ちを正そうとした。強い力で導く、それが常に間違った考えなんだ。あの陶器碑 M78 星雲の茶碗者も同じことを言った。やはりあれは戦士の遠い日の記憶。 M78 星雲の者に助けられた地球人は転送装置を地中深くに封印し、我々は飢えた惑星で滅んだ。だからこんなことを。復讐のつもりか。あの時転送装置から貴様のエネルギーを感じた。ついに復讐の時が来た。地球と M78 星雲のお前に対する復讐の時が。エリー、アクティブモードで再起動したので時間がかかりました。アクティブモード、エリー、よし、エリー照準修正完了。ターゲットの頭部にロックオン。クール。攻撃用モード、それがアクティブモードです。俺も負けてらんねえな。愛する地球人の傷つく姿に嘆き悲しむがいい。お前の勝手にはさせない。ウルトラマンマックス。よし、行くぞ。動き出したわ。アニカイト。ミズキ、あいつならきっと来る。
あいつは来る。今までだって。 Don't worry, come on。 でもカイトを信じるんだ。無事に帰還しました。ご苦労。お帰りなさい。ただいま。